岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらはポストカードが4種類です。こちらの絵に登場する猫と小鳥は作家さんのオリジナルキャラクターです。ブティックにゃんこのオーナー兼デザイナーの猫ちゃんがカルロ、そしてレジ係の小鳥、こちらはニコロです。こちらの絵柄ですが、お店の看板を表に出したら新しい一日の始まり、どんな出会いがあるのかなという絵柄です。カルロとニコロが登場しています。深夜のアトリエです。カルロはアトリエで仕上げに熱中しています。そしてニコロも完成品を袋に入れてお手伝いをしています。レジ係のニコロの絵です。レジを打つ姿はまるでタップダンスのようだと評判なんです。こちらのポストカードにはカルロとニコロが登場しています。雨が降る帰りにふと空を見上げると綺麗な虹が出ている光景です。すべてのポストカード裏面同じです。郵便番号の枠と、そして切手を貼る場所、こちらカルロが描かれています。作品の詳細ページを動画の中からリンクしていますので、ご覧になってみてください。